累計発行部数2000万部、あの人気漫画がパチンコに登場。 CR 魔法先生ネギマ、大当たりが次々と訪れる 8.9 分の1の爽快感。15ラウンドをかけた手に汗握るバトルモード。使わなくてももうほとんど大当たりが約束されてますからす、ね、安心しておいてくださいって言ったところで原作の魅力がたっぷり詰まったゲーム性を平山先生が徹底講座。打たずに後悔、しくじってからではもったいない。平山のしくじらない授業、始まり始まり。勝ちましたよ。はい、静かに、静かにしてください。皆さん、おはようございます。おはようございます。さあ、いきなりなんですけれども、最近皆さんしくじってますか？しくじってます。お、しくじってる。くるみしくじってる。何しくじった？はい、この前パチンコ打とうとしたらお財布忘れちゃいましたよ。さぞあえさんさあ、なんか一番まともそうな、ひかりちゃん。そうですね、はい、じゃあ、私は、本当は大当たり濃厚確定の演出が出てるのに、ずっとお願いします、お願いしますってやってて、周りから見たら、あいつバカだなって多分思われて、赤っ端を書いたっていう。あ、しくじったね。一番真面目なしくじっただったね、今のねさあ、日頃からね、皆さんしくじってると思うんですけれども、はい、まあ、先生パチンコしか詳しくないので、あ、まあ、パチンコでしくじらないように、私の授業を通して、はい、しくじらない生徒になっていただきたいと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。1次元目スペック右打ち。それでは授業を始めますよ。はい、まずは今回のテーマ、皆さん魔法のテキストを開いてください。はい、はい、今回のテーマは CR 魔法先生ネギマのしくじらない打ち方。皆さん魔法先生ネギマは知ってますか？知ってます。はい、知ってます。生徒の皆さんはなんか詳しそうですけど、知らない方がいると思いますので、ご存じない方のために説明させていただきます。魔法使いの少年ネギが立派な魔法使いになるため、学校の先生となり、日々巻き起こる様々な事件を女子中学生と助け合いながら解決していくドタバタラブコメディ。生徒とのドキドキな展開もさることながら、シリアスなバトルも人気を呼び、驚異の累計発行部数2000万冊を達成した大人気漫画でございます。皆さん分かりましたか？はい、はい、返事はいいですね、皆さん揃ってましたねさあ、そんなネギマがどんな題となっているか、次のページを開いてください。はい、はい、まあ、やっぱりね、台ってなると気になるのはスペックだと思います。はい、じゃあひかりちゃん、はい、スペックを音読してください。はい、大当たり確率約256分の1、スペシャルタイム突入率 50%、 右打ち中の実質確率 8.9 分の1、バトルモード継続回転数2から15、または99回転、右打ち中の大当たりはすべて15ラウンドです。うん、ひかりちゃんよくできました。ありがとうございます。いや、もう唯一ね、期待してますからね、この間頑張ってきますよ。欲しいの、あれ欲しいの。さあね、今読んでもらったんですけど、右打ち中はすべて15ラウンド。まあ15ラウンドって聞いただけでもね、ワクワクしますよね。うん、さて、ひかりちゃんに音読してもらったスペックの中に気になるワードが2つあったと思うんですけれども、スペシャルタイム、そしてバトルモード。じゃあ、くるみん。はい。スペシャルタイムとは何でしょう？スペシャルにボカーンとはどうですか？はあ、バカっぽいですね。まあ、可愛かったからね、まあ、正解って言いたいんですけれども、あ、まあ、当然違います。ダメですか？そんなくるみんはマイナス10ポイント。早い。スペックは分かりましたか？それでは次の授業に参ります。さあさあ、それではね、一つずつ説明していきますね。次のページを見てください。はい、まあ、このゲーム性を追うことで2つのキーワードの謎を解き明かしたいと思います。まず、通常時大当たりすると 50% で右打ちのスペシャルタイムに突入します。うん
みんな見入ってますね。そしてスペシャルタイムに突入すればなんと15ラウンドあたりが約束されているんです。いいですね。スペシャルタイムは時短が99回転になっていますよね。99回転で 8.9分の1。 ということは愛梨ちゃん、はい、弾けますか？弾けます。おお、弾けます。なんか今日自信満々だね。なんでしょうね。わかんないですけど、はい、まあ、自信満々な愛梨ちゃんの言う通りね、期待値的にも 99% 弾ける計算となります、うん、なのでスペシャルタイムは実質次の大当たりが約束されているということになります。皆さんわかりますか？はい、はい、うんうん、分かりました。スペシャルタイムは実質次の大当たりも濃厚ですよ。では2つ目のワード、次のページを開いてください。さあ次はね、バトルモードの説明なんですけれども、バトルモード何種類あると思いますか？まだ言ってないから、これはカンニングしても意味ないよ。2種類。おお、すごい勘が当たりましたね。冴えてるね、くるみ。そうそう、そうなんですよ。バトルモードはね、2種類のモードから選択できます。修学旅行バトル、そしてマホラ舞踏会バトル。どちらもバトルに勝利すれば15ラウンドゲットなのですが、バトルには回数があります。なんですけれども、普通の ST とは違いましてですね、残り回数が魔法のように増えていきます。結構ね、面白いですよ、打ってみると。はい、何回転するかわからないですからね。うん、またバトルに勝利した時、振り分けの一部からフルコンプリートボーナスという特別な大当たりをゲットすることができます。この大当たりはラウンド終了後、スペシャルタイムの時のように時短が99回転つくので、どうなりますか？あれ、はい、お、ひかりちゃん、はい、もう一度15ラウンドがゲットできる。おー、その通り、さすが優等生。できました。分かんなかったね、だよね。じゃあ逆にまた、じゃあくるみに聞こうかな。さあ、例えばバトルモードで時短が5回転ついたとしますが、規定回数内に大当たりを引くことができませんでした。そんな時どうしますか？そんな時はおとなしく帰りましょう。はい、違います。誰か。フルコンプリートボーナスは大量出玉獲得の大チャンス。さあ、テキスト次のページを開いてください。はい、さあ次なんて書いてありますか、愛梨ちゃん？復活チャンス。おー、バカっぽいですね。なんで。はい、バトルモードを抜けてしまっても1回転限定の復活チャンスがございます。まあ、1回転なんですけれども、もしここで 8.9 分の1を引ければ再び右打ち。バトルモードとは振り分けは異なり、 40% でフルコンプリートボーナスをゲットできちゃうんです。お、先生、はい、ひかりちゃん、逆にじゃあバトルモードの時だとどうなるんですか？お、いい質問ですね。ありがとうございます。そう、バトルモード中はこれ復活チャンスだと 40% あるんですけど、バトルモード中は 5% になります。なので1回転に限れば、この復活チャンスの時が一番フルコンプリートボーナスをゲットできるチャンスになるんですね。そうか。まあ、その代わり 5% とはいえ、バトルモード中は2から15回転ありますので、チャンスはたくさんあると。なんでいろんなところからフルコンプリートボーナスをゲットできる可能性があるというわけなんです。あ、はい、ありがとうございます。フルコンプリートボーナスの近道は復活チャンスでの大当たりから。というわけで、ここまでをまとめると、スペシャルタイムは次回継続濃厚、そしてバトルモードは残り回数が増えるほど継続率が上がる、そして復活チャンスはフルコンプリートボーナスの大チャンス。皆さんノートにちゃんと取っておいてくださいね。はい、はい、なんか取ってなさそうだけどね。さてさて、まあ、説明はこの辺にして、いよいよ実技に参りたいと思います。はい、右打ちをね、今から体験できるんですけれども、打てるのは一人だけです。さあ、誰か打ってみたい人。はい、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 先生、先生、いや、
やっぱりここは、まあ多分見てる皆さんも誰がどう考えてもひかりちゃんだと思うんですよね。優秀だったから。ちゃんとしましたよ。先生今日調子がいいので、はい、ひかりちゃんに魔法をかけたいと思います。先生魔法が。よし、かけてもらおう。まあちょっとあの待ってくださいね。先生魔法歴はちょっと浅いので、いきますよ。はい、ラッテルマッキルマギッテル一人だけ撃てる。あ、あれここどこですか？やった。成功した。あ、魔法魔法。え、先生失敗あるんですか？やばい、そうそうそう、なんかね江戸時代とか行っちゃう時あるから。やばいやばい、よかったここで。ちゃんとね無事パーラー三世にたどり着きました。これからねひかりちゃんには特別講義を受けていただくんですけれども、はい、今日先生本当に魔法が絶好調なので、もう右打ちのスペシャルタイムから打てる状態にしておきました。やった、そんな美味しいところから。そうそう、ありがとうございます。なんでたっぷり右打ちを堪能してください。はい、ありがとうございます。え、もう早速。あ、もう全然打ち出してください。じゃあ早速二次元目スペシャルタイム。はい、今スペシャルタイムなんですけれども、こちらは時間が99回転つきますので、はい、もうひかりちゃんを大当たりしますようにって願わなくても、もうほとんど大当たりが約束されてますから、です、ね、安心しておいてくださいって言ったところで、早速そっか、もうそんなお願いって思わなくてもいいんだ。そうなんですよ。で、右打ち中の大当たりは全て15ラウンドとなっております。はい、ラウンド中も暇してるわけではなくて、ここに注目してほしいんですけど、はい、今残りうにょうにょ回ってうにょうにょ回なってるんですが、はい、バトルモードに突入すると、電サポが2から15回転時短がつくって言ったじゃないですか、はい、なんでこのラウンド中にこの残り回数を獲得する演出がありまして、はい、まあ、もちろん獲得すればするほど大当たりの期待度も高まると。はい、あ、じゃあこういうのを全部取っていけば、おー、おー、3回でかい、一気に3回は結構でかい、嬉しい。これ最低でも3回以上は時短が継続するということですね。じゃあここでたくさん取っとけば、より安心っていう感じですね。そうなんですけれども、例えばここで3回で終わっちゃって、あー、3回だけかってならないのがこの台のいいところで、このバトルモードの突入した後でもこの回数を獲得できるチャンスが、あ、そうなんだ、はい、ありますので、ここで3回でも、あ、また、あ、5回でかい、ここで5回でもまだ15回の可能性もまだ秘めているので。そっか、はい、見えてるので5回だけ、そう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 、あるよっていうお知らせなんですね。5回あったらね、来ますよね。来ますよね。今回で2種類あるバトルモードのうち、魔法ラブ東海バトルの方を選択しました。はい、はい、お、まあ、早速変動が始まったんですけども、はい、この魔法ラブ東海バトルはですね、はい、この左下にチケット、今ね獲得どんどんしていってると思うんですけど、このチケットを獲得することができればボタン演出に発展して、そのボタン演出に成功すればバトルに発展するという流れになっております。はい、青だと1枚、緑だと2枚、赤だと3枚獲得できます。お、あと2枚、あと2枚、あー、ダメだ、あー、ダメだった。結構そのチケットを獲得できるところまでは行くので、うん、割と行くので、あ、お、お、なんかやってる、なんだ、あ、やった。そう、この変動中に今時短の回数を1回ゲットできましたね。あ、ここでもあるんだ、うん、いろんなタイミングでねゲットできますからね。あ、全部完成。よし、これは勝てそうな予感がするぞ。あ、でもこっちなんだ、普通だけど、よし、頑張れ。あ、おー、おー、完成だ、がこれはもうもらったんじゃないですか。いいの出た、よかった、頑張れ。 お、赤文字になった。これは
いける。強い強いエヴァンジェリンちゃん。いけれるかな。おーおーおー、やっとここで、あーよかった、決まりましたね。すごい、勝った、勝てた勝てた。でまた15ラウンドの大当たりが獲得できたと。やっぱり振り分けに負けないというのがいいですよね。そうかも、私結構振り分け偏る方だから、ね、なんかちっちゃい方ばっかりみたいなことがないので、ね、そう、せっかく連チャンしたのにこんだけでもないし、安心して打てますね、お、落ちたんだ。これですね、この数字がそのまま信頼度を表しています。すごい、どんどん上がってってる。結構40までさらに、あ、まだ上がる、あ、50までいったらもう大チャンスですよ。はい、進撃いけ、あーよかった、これでこのまま大当たりですね。すごい、役物完成したので、やったー、こういうパターンもあります。あ、そうなんだ、すごい、あ、なんかいろいろあるんだな、当たり方もいろいろあって面白いですよね。バトルだけじゃないんですね、うん、バトルもどっちに当たったので再び15ラウンドの当たりを獲得できました。はい、あ、あれ戻ってきてる、戻ってきたね、戻ってきてる、戻ってきてる、どういうことですか、まあ、魔法をかけたんでね。あら、ひかりちゃんはね、実際に特別講義を受けてみてどうでした？めっちゃ面白かった。おお、今私たちも打ちたい。打ちたいっす。バトルモード体験したい。打たせてあげてもいいんだけど、まあ、フルコンプリートボーナスを出すって約束してくれたら打ってもいいですよ。お、じゃあ約束します。出します。そうか。はい。ではでは3人にも打たせてあげましょう。じゃあはい、魔法をかけますよ。お願いします。ラッテル、ワッキル、マギステル、3人とも打てる。おお、あの、ここはどこだ。あ、ん、私来たよ、ここ1回よかった、今回もね、ちゃんと魔法成功したみたいです。先生です、ここいます。さあさあ、ということで全員で実機の前にやってきました。これから皆さんにはですね、指導していただくんですけれども、ただ打つだけじゃ面白くないですよね。はい、はい、うん、まあせっかくなので、バトルにしませんか。おお、いいですね、うん、勝者の方にはですね、プレゼントがあります。今回やった、ご褒美こちらです。じゃん、おお、CR 魔法先生ネギマのサントラ CD。 あ、すごい、欲しい欲しい欲しい。こちらですね、アニメの楽曲、そしてパチンコオリジナル楽曲がたくさん収録されたネギマファンにはたまらない CD となっております。すごいですね、欲しい欲しい。そうで、今回ね、バトルに挑戦する生徒さんの他にもですね、視聴者の方々にもこちら CR 魔法先生ネギマのサントラ CD のプレゼントがあります。宛先などは番組の最後でお知らせしたいと思うので、最後まで YouTube 飛ばさずにご覧ください。3次元目実技、実践ルールは単純明快。3時間以内の大当たり合計ラウンド数で勝敗を決し、勝者には魔法先生ネギマのサントラをプレゼント。そして実戦前に6大チャンス演出を紹介。仮契約カード7枚以上、赤炎保留、ペンライト点灯、レアカード3枚、三星柄、綺麗な羽リーチ、いずれか一つでも出現すれば激アツだ。それでは実戦スタート。先生が打った感じ、全然この6大チャンス演出が絡まなくても大当たりすることかなりありますので、なるほど、どこからでも大当たりの期待が持てますね。はい、なので皆さんサクサクと当てていただければと思います。サクサク当てます。お、ひかりちゃんパクティオ。このパクティオって演出がですね、
普通の一般的な台の疑似連の代わりのような演出になっております。あ、じゃあもう一回いけるかな。あ、残念。で、先生と生徒がキスをすればこの仮契約のカードがどんどん溜まっていくんですけれども、はい、まあ、溜まれば溜まるほどチャンスとなっております。最初のチャンスは愛梨。お、赤。愛梨ちゃん赤だ。ここ赤いですね。保留はまだ点滅の状態ですね。お、いきそうかな。おう、おお、ダブル。ダブル。これね、一度にね、2人仮契約できる演出もありますからね。あ、まだいけそう。おう、4人。4人ですね。お、あ、レアカードだ。さらに、お、炎。レアカードに赤炎柄。この先の展開に注目。4人仮契約してかつレアカードは1枚。はい。あら、あら。そしてクルミンにもチャンスが。ランブ、仮契約ランブ。おお、びっくりした。はい、じゃあ役者の完成でエピソードリーチに。クルミンはカードゲットのチャンス、仮契約ランブに。アリちゃんはエピソードのそれぞれの正義、エピソード系は発展した時点で大チャンスになります。お、なんかすごい、みんなみんなざわついてる。最初に大当たりをゲットするのはアイリか、それともクルミンか。あ、お、クルミンはカードを大量に獲得できる可能性のある。あら、なんかみんなすごいな。画ゾーンから、お、お、お、ちょっとすごいぞ。あ、赤になりましたよ。赤保留じゃないですか。これは違う、赤保留、赤保留。アイリちゃん赤保留。当たりますかね。そしてクルミンも進撃アタックから赤いインが昇格。すごいな、みんな。すごい。クルミン当たった。すげー。いつの間に。アイリちゃんもこれ当たりそうかな。当たってほしいですけどね。クルミンに続くことはできるか。いきます。えい。アイリちゃん残念。お酒にすいません。クルミン大当たり。クルミンもう当たっちゃった。パクティオのラボ。おー、何ですか。7ですか。7でした。スペシャルボーナス。早くない。こちらですね、このままスペシャルタイムに突入します。はい、いい方の 50% が引けましたね。すごい、嬉しい。素晴らしい。その他の図柄で大当たりした場合はチャレンジボーナスになりまして、ラウンド中の演出に成功すればスペシャルタイムに突入するというふうになってます。はい、さあ、クルミンはスペシャルタイムに突入しました。こちら時短が99回転となっておりますので、もうほぼほぼ次回の大当たりが約束されています。ありがとうございます。かわいい。で、右打ち中に大当たりすると全て15ラウンドの大当たりとなっています。すごいですね。クルミンがね、今早々に10ポイント。やった。あ、でも私マイナス10ポイントそうだった。 あ、じゃあゼロか今。欲しいから頑張ります。スペシャルタイム中は 8.9 分の1で大当たりを抽選。あ、当たりました。サクサク、イエー、初めて。いやー、クルミン大当たり、ビッグボーナスゲット。ありがとうございます。デンサポの回数は、あら、2個だけでした。あー、2個でも変動中とか、あとはラストの回転が終わった後とかにさらに回数は増える可能性がありますから、まだまだ最後まで諦めないでください。まだまだ諦めません。お願いします。まずはチケットを全部集めたい。シャッター降りた。集まりました。お、集まった。さあ、普通のボタンですけど、あー、
バトルへは行かず。こっからまだ、あーあ、これですか。そうです、これ最後復活チャンス。1回転で 8.9 分の1を射止めることができるか。どうかな、フルコンプリートの 40% 引いてほしい。お願いします。 V、 これ V、 お願い。いけるいけるいける。あ、ダメでした。残念。15ポイント獲得したクルミン。そして光にもチャンスが。おお、小物が落ちてきた。チャンス。キャラ系のままかな。SP。ここでギミックが作動すればエピソードに発展するんですけれども、あ、でもテロップアーカーですね。そしてクルミンにも再びチャンスが。おお、カットインは赤。赤保留。おお。あー、ダメか。のどかちゃん、これは赤炎、赤炎保留。あら、プシュン、プシュンしましたよ。もっと燃えてんのかな、赤炎。これでもさっきワイルさん、あ、チャンスであることには間違いない。チャンス、次回。おー、次回。それぞれの正義、これでエピソード発展の方ですね。チョウちゃんじゃないですか、チョウちゃんのリーチ。そうです、そうです。諦めるね。おお、先生、ハッピーマテリアル3回目まで行きました。あと1回。え、なんで2人ともなんかすごいすごい急に何何何。ハッピーマテリアルも結構大当たりに絡みますからね。あ、行った行った。マジマジで。やった、行きました。クルミンより先に光大当たりをゲット。光ちゃんは四図柄での大当たり。はい、ここで三七に変われば、変われ、スペシャルタイム突入が濃厚になります。おー、当たった、やったー。マジかー、上がった。ということは、これでほぼ25ポイント獲得。お、いけー、クルミンチャレアカード。カットインが昇格。赤色だ。赤カットイン、どうかな。クルミンは、あ、あ、すごい。どっち、スイッチを出た。スイッチになりました。なんでやった。さあ、クルミンのチャレンジボーナス。いや、面白くなってきましたね、本当。いや、先生もね、これまだ緑までしかね、シダの時見れてないんで、赤になったら結構チャンスなんじゃないですかね。あらら、青でした。青か、どうだろう。チャレンジ成功でスペシャルタイム突入となるが、どうだ。いける、スイッチオン。そう、いや、スイッチオン強い。スイッチオンのおかげでいけました。ありがとうございます。完成さん、ありがとうございます。すごくないですか。青でもいけますよ、諦めずに。お、当たりました。早い早い。光ちゃん15ラウンド獲得。はい、やっぱ256分の1と結構初当たり軽いのに、50% で15ラウンドの大当たりがほぼ約束されるっていうのは本当にいいところですよね。私、修学旅行バトルでやってみたいと思います。はい、あ、分かりました。お、クルミン大当たり15ラウンドゲット。これで再びクルミンがリード。あー、危なかった。ひかりちゃんが選んだ修学旅行バトルは本日初のモードですね。はい、まあ、こちらもですね、バトル演出なんですけれども、こちらは敵大
対戦する敵キャラによって期待度が変化します。はい。でその他にもミッション演出というものがありまして、こちらも出てくるキャラによって大当たりの期待度が変わります。はい。とにかくバトルが何かしらに発展してほしいですね。誰か移動とか。あー、いなかった。15個。お、クルミンすごい。8回。8回。鬼を100体殲滅せよ。お、70、はい、おー、行きました。よかった。これでバトルに発展。あ、これで出てくるんだ。次は、下から2番目ですね。文字が赤いです。お、ハッピーマテリアル、アイリちゃんも大当たりのチャンスですよ。いや、行ってほしいな。おーおーおお。いや、もう2人も当たってるしな。待ってますよ。早く。赤手だと結構チャンスだと思いますよ、でも。本当ですか？うん。ひかりちゃんどうかな？頑張れ！立ち上がれば！いけ！あー、残念。光は残念ながらバトル敗北。さて、アイリのリーチはどうだ？かわいい。ハッピーマテリアル大活躍ですね。大活躍。これでもうみんな大当たりした状態ですね。あ、本当だ。あ、本当だ。こっから勝負ですね。アイリちゃんもチャレンジボーナス。はい、頑張れ。その後、アイリはチャレンジ失敗から復活チャンスに。そして、光も電サポ終了で復活チャンスに突入。復活チャンスになっちゃった。一緒に出てきた。どっちか引いてほしいな。どっちか。お願い。お願い。フルコンプリートボーナス見たいよ。あ、くるみん残念。残念でした、ダメでした。でもあと3回あるんで。すごい、なんかほぼ同時に。頑張れ。誰かが当たったらいいのに。お願い。お願い。お願い。やっはー。いけ。ちゃんダメ。あ、当たった。かみちゃんすごーい。うまいよ。よかった、当たった。あ、でもこれフルコンプリートではフルコンプリートではなかったんですね。あー、残念だ。せっかくチャンスだったのに。いや、でも素晴らしい。あ、よかったです。終わりたくない。連サポ8回を獲得したクルミンだったが、引き弱ぶりを発揮し連チャンできず。そして光もせっかくのチャンスを生かせず、クルミンと同点のまま終了。あー、ダメだった。終わっちゃいました。ダメでした。終わった。終わった。終3人ともね、大当たりが終わりましてね、今全員通常時の状態でございます。はい。で本当は今のところクルミンが1位のはずなんですけど、うんうん、クルミン、 あの授業中にマイナス10ポイントが授業中の行動がちょっとありました。ちょっとおバカちゃんだったので。今ね、ひかりちゃんとくるみんが同率。おおで、あいりちゃんがちょっと出遅れている状態です。はい。なんですけど、右打ち中の当たりは全て15ラウンドですので、まだまだ誰が勝つのか分かりません。はい、はい、うん、CD 欲しい欲しい、ね、頑張りますよ。するとくるみんにチャンスが。お、クルミンレアカード。あ、あ、赤保留ね。今度は光に赤保留が出現。出た出た。得意のハッピーマテリアル。またハッピーマテリアル。私本当これでしか当たらないんじゃないかとちょっと思ってきた。光ちゃん得意だからね。大得意です。お、レアに変わった。お、玉色昇格。赤保留、クルミ赤保留になりました。
ダメか。赤オレになってるからね、発展はすると思いますよ。こっからですね。あれあれ、なんとなんとフルミンは残念だったが、当たりました。まだハッピーバトル上手だよ。ちゃんはここで2人を引き離したいですね。はい、もうガツガツ。なんだこれ、今ビジョン赤だった。あ、はい、あ、軍じゃない、軍じゃないですか。当たりました。アイちゃん軍予告。え、あれ軍なんですか。軍軍。おおおおおお。あ、カリキュラグランブ。カリキュラグランブはね、たくさんカードを獲得できるチャンスとなっておりますので、けけけけけけけ、いっぱいカード集めてください。集めろ集めろ。けけけけ、まだ一人だよ、まだ一人だよ、まだ一人だよ。ええ、一人一枚。いやでも軍出てますからね。ねえ、それは、うん、おお。あ、エピソード歌ってくれやんと、ちょっと困りますよ。の赤じゃないですか。タイトルは赤。えい、おお、赤かっこいい。いや、お願いします。どうかな、頑張れ。当たったの。当たった。アイリ、ここで反撃に打って出たい。いや、次こそ入ってくれやんと。そろそろスペシャルタイムに入れたいアイリだが。アイリちゃんはどうかな。いけ、いけ。出て。アイリちゃんまた失敗。カリケアクランプ。出ました。一方、クルミンにもチャンスが。7枚じゃ、7枚。7枚ね、見たいですね。7枚見せてくれ。3枚、4枚、5枚。うまいね。5枚です。5枚、結構獲得できたね。よっしゃ。あ、4枚か。で5人ってことか。そうです。5枚ストックはチャンスだぞ。当たってください、当たってください、当たってください。エピソードにアイリちゃんは復活チャンス。はい、止まれ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 。強いな、エヴァちゃん強い。はい、おお、おお、すごい。アイリちゃんやりました。金お願い。あ、なんでもないです。タックルミンどうかな。やった、大きかった、でかい。ありがとうございます。当たりました。マクルミンが大当たりしたところで追いつきますよ。カリちゃんはどうかな。どうかな、いけ。追いついちゃいますよ。当たりました。みんな一緒に当たった。すごい、忙しい、みんな忙しい、忙しい。よかった、嬉しい。もう先生、点数つけるの大変これ。ポイント暫定1位光を追いかけるクルミンはチャレンジに失敗するもラウンド中にスペシャルタイムを獲得。やった、やった、やった。レギ先生ありがとう。勝ってない、勝ってない。一方、光も大当たりを引きトップの座を死守。さらに、あの子が、あ、赤いです。扉が赤い、扉赤い、やばい、終わる。シャッター赤予告の赤からチケット完成。これはね、発展するんじゃないですかね。お、いけ、よし、勝つぞ。あ、震えました。おう、うーっと、ということは刺激アタックが振動して、これはいけそうな気が
ああよかった、5回増えた。やったー、おーやりました、よかったー。あ、赤です。赤2回。お赤3回。これは発展しそうですね。行くでしょう、さすがに。もうお願いします、バトルみたい。ついにせい、あ、行った。もうクルミンも赤マギステル。お、これあれじゃないですか、赤炎だ、すごい。これは決めてほしい。赤炎も決まった。いやいや、もう先生ありがとう。さあ皆さん、はい、残り時間もわずかとなってきました。やだ。てか今日まだフルコンプリートボーナスを、あ、そうですね、出していないので、そうだ、ちょっとここで出してほしいですね。出したい。みんな結構ね、復活チャンスで当たってるのに出せてないですからね。そしてアイリとクルミンにフルコンプリートボーナスのチャンスが。ねえ、頑張れ。はい、頑張れ。あ、おー、すげえ、びっくり。クルミン復活チャンスで大当たりを引くが、フルコンプリートボーナスとはならず。そしてアイリは、アイリちゃんは残念。やったバトル終了。やだ、終わっちゃった。まだやりたい。結果発表、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、では早速ポイントの方を発表したいと思います。はい、まずはくるみん、はい、80ポイント。イエーイ、素晴らしい。ですか CD CD。 アイリちゃん、はい、50ポイント。いやでも頑張ったよ。頑張った頑張った、はい、さあそしてひかりちゃん、はい、なんと95ポイント。やったー、そんな当たりました。うん、やったー、すごい。ということで優勝したのはひかりちゃんでした。やったー、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ優勝したひかりちゃんには CR 魔法先生ネギマのサウンドトラックをプレゼントします。いいですか、ありがとうございます。いいなー、いただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。かわいい、ね、かわいいね、うん、嬉しい。さあ優勝したひかりちゃん、はい、今日打ってみてどうだった？なんかやっぱ可愛いじゃないですか、うん、キャラも可愛いし、今日いただいたんですけど歌もすごく良かったし、うん、であのバトル中のあのいつ終わるか分かんない感じと、あと復活チャンス、うん、あれがやっぱしびれますね、うん、あれそこで当たると、うん、なんだろう、よっしゃと思うし、しかもあのフルコンプリートボーナスの可能性も高いしっていうので、あの1回転がすごい力入って、うん、とっても良かったです。面白かったです、うん、素晴らしい、優等生らしい感想でした。何でしょうかな。ね、どうしようかね。さあ負けたお二人は、アイリちゃんから。はい、あの今日は完全にもうなんか引き不足で、うん、右打ちも全然楽しめなかったんで、うん、この分はぜひホールで体感したいなと思います。うん、ホールでね、ぜひ頑張ってください。はい、頑張ります。さあ、くるみん、はい、どうだった？31人の可愛い個性豊かなキャラクターを存分に楽しめる台だなと思いました。私はカエレちゃん推しです。ニンニン、ニンニン、どうでしょう、なんか面白い、ね、なんかちょっと優等生みたいでしょ。優等生コメントしました。ちゃんと言ってるのに。ニンニン、いや可愛い。さあもう先生はね、今日一日授業を通して皆さんの活躍を見たわけなんですけれども、やっぱりね、このどうしても先生一個引っかかるところがあって、やっぱフルコンプリートボーナスを今日お見せできなかった。すいません。なので先生がホールで代わりに出して SNS などであげたいと思います。さすが先生。ありがとうございます。先生もね、絶対ホールで打ちます。はい、ということで皆さんもですね、シアで魔法先生ネギマホールで見かけた際にはぜひぜひ打ってみてください。それではまたどこかでお会いしましょう。さようなら。